皆さんこんばんは。いつものお茶でも酒を動画を提供する毎度おなじみ雄大工部代表取締社長の三浦雄大と申します。今日はですね、一つちょっと GK のニュースを喋ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。なんかですね、またちょっとYouTuber がですね、またトラブルをなんか起こしたというニュースがまた入ってきましたので、ご紹介をしたいんですけれどもですね、まあそれは何かと言いますとですね、東京のですね、原宿駅でですね、駅のその多目的トイレがあるんですよ。多目的トイレ。はい。その多目的トイレでですね、そのトイレの中に入って、その中で、多分な携帯かパソコンか分かんないんですけど、そのアダルトビデオの音声を大音量で流して通りすがりの通行人に対して反応を見せるっていう動画をなんかですね撮ろうとした事案があったんですよ。でそれはもちろんその時に通行人が気づいて、すぐなんか駅員になんか通報したのかな、通報して、その警察官が来て、なんか結局その動画はアップされなかったんですけれどですね。はい。で、その、一応、対応やで一応書類送検になったのかな、一応。はい。書類送検、なんか、都のなんか迷惑防止条例違反でなんか書類送検をされてですね。で、やったやつがですね、東京都の文京区に住む26歳の YouTuber と23歳の飲食店のアルバイトが2人なんかやったんですね。はい。で、まあ、ちょっとですね、まあ、一応動画は一応アップされないんですけれども、一つ間違えればですね、まあ、またちょっとまた迷惑系、その YouTuber のイメージがまた壊れる事案になってるんですけれども、まあ僕の意見といたしましてはですね、まあもう少し、ね、まともな動画を撮れなかったのかなと僕は思いますね、やっぱり。はい、僕も同じ登場者としてはそうなんですけれどもですね、なんで多目的トイレで言いますか、まあなんか話によるとなんか今年のなんか最近起こったのは渡部健って言ったじゃないですか、それがなんか多目的トイレ不倫をですね、なんか、それを元になんかやったらしいんですね。なんか、あいつもなんか、多目的トイレなんかやらかして、六本木ヒルズでしたっけ？ってトラブルを起こしてなんか、やったっていうのがあったんですけど、それを元にしたらしいんですよね、やっぱり。なので、ね、今回はですね、やっぱ渡部健の影響もあると思うんですよ。まあ、あいつはあいつはちょっと、まあ、本当にとんでもないことしたなと思うんですけどですね。一応、この YouTuber はちょっと名前がわかんないんです、今のところ。わかんないんですけれどもですね。多分そこまで有名じゃないのかな、やっぱり。なんですけれども。まあ、まずは最近ヘズマリュウでしたっけ？ 7 月に起きたあれも、勝手にスーパーですね、お会計の前に魚を食ってしまう行為もですね、本当にあれもちょっと許し難いことだと思うんですし、今回原宿駅の件もですね、まあ本当に、まあ、本当ちょっとまあ、本当非常識なことをしたなと思います、やっぱりですね。はい。で、YouTuber もですね、まあ、僕もですね、まあ多分何度も言うことになるんですけれどもですね、まずはやっていいこと、やったいけないことはちゃんと頭の中で考えるべきだと、まあ、思うんですよ、やっぱり。まあ、YouTube もですね、まあ、いろんな特殊定多数が見ますからですね、もちろんですね、僕みたいな男性の成人の人も見ますし、あともちろん子供も見てみますから、はい。なので、その、今は子供がなんか、なりたい職業ナンバーワンで YouTuber ですからですね、こういうわずかな迷惑系がですね、本当に、まあ、YouTuber のイメージを、まあ、今日壊してるわけでございます、やっぱり。まあ、ヒズマリュウにしろさ、なんだ、なんか去年だっけ、3月に起きた、ジョーブログでしたっけ、あいつもなんか僕らと喋ってなかった、あれもなんか渋谷のスクランブル交差点でベッドを置いて寝てみましたって言ってですね。まあ、あいつもあいつ本当にもう、本当余計なことしてくれたと思うんですけれどもですね、本当にですね。まあ、まずはですね、まあ、やっていいこと、やっていけないことは線引きでしたっけ？まあ、それをですね、よく考えてですね、やるべきだと僕は思ってます。はい。まあ、AV は別に否定するつもりはないんですけど、僕は AV いますけれどもですね、まあ、やるんですったら、でもダメかな。AV は家庭等とあれも今日迷惑防止条例になるのかな、やっぱり。なるのでですね、もっとですね、いろんな人喜ぶような動画をですね、創意工夫してですね、作って、た方がいいんじゃないかなとちょっと僕は思ってます。やっぱりもちろん YouTube 等にはあれも許可とかもいりますからね。やっぱり許可とかですね、そういう決まりとかルールとかマナーもありますからね。もう僕もそういうのをね、なるべくその入手しながらやってるんですよ、やっぱりですね。今ちょっと動画撮ったようにミスコン系でしたけど、あれもですね、一応他の人に映らないようにとかして、なるべく配慮を僕もちょっと撮ってますのでですね、そういうのをですね考慮しながらですね、もちろんこの
原宿駅だってそのいろんな人が通りますからですね、そういうこともいろんな人も通る、そういうことを考慮してですね、その撮った方がいいんじゃないかと思いますね。やっぱ皆なんか面白い、他のいやいや、その撮った人が面白いって言っても他の人も何こいつとかキモいとかって思われるのもですね、それもちょっと、まあ、痛いと思うのですね。決してこういう事案はですね、なんかまあ少なくなってもらいたいなとちょっと思ってます。非常に残念な事案だと僕は思ってます。はい、そんな感じです。雄大コープの三浦理也さん、ご視聴誠にありがとうございました。まあ、何かしら送ります。はい。